いい感じ。おう、geil, haben wir jetzt eine Runde gedreht?Ich bin mir sicher, dass man die Map dies dann mit diesem Touchpad aufmacht. So, wir haben hier eine Runde gedreht. War auch hier jetzt weiter nach da, aber das war, glaube ich, gesperrt. Immer mal wieder hin und her tauschen. Links ist Quinque. Ist leider verletzt, aber eine Heilung ist gar nicht so schlecht. Den nur viel hoch. Nicht gut. Hier kann man noch die Crit-Rate erhöhen. Wie viel Prozent gibt es hier? Das ist natürlich dann am besten. Geh mal Geschwindigkeit.全部空っぽなの？モンスターって箱の中身を物色したりするのかしら？劣界の生き物は人類の物資を必要としない。仮に奪うとしてもこんな丁寧に持っていかないと思う。ってことは誰かに先を越されたってこと？多分そう。それにほら、地面に足跡らしきものが残ってる。土の匂いが真新しい。ここを離れたばかりのようね。行くわよ。
この市場を丸ごとひっくり返してでも物資を手に入れないと。エリック、このガキンチョ、どうして一人でこんなところに来たのよ。ここがどんだけ危険な場所か分かってる？ゼール、別に俺がどこにいようが関係ないだろ。俺は行きたいところに行く、ほっといてくれよ。物資をどこにやったの？なかなかやるじゃない。でも私たちがここのモンスターを倒してなかったらどうする気だったのかしら。ただ隠れてずっとビクビクしているつもりだったの？余計なお世話だ。逃げようと思えばすぐ逃げられたし、大人の助けなんかいらねえから。まったく口の減らないやつね。じゃあ教えてくれる？モンスターたちを前にしてこの鉱山をどうやって運ぶつもりだったの？Unwichtige Charaktere können wahrscheinlich ihre Lippen nicht bewegen. Aber mir ist aufgefallen, wenigstens sind die Lippenanimationen passender zur Synchro. Was in Genshin ja nicht der Fall ist. Da machen die nur kurz den Mund auf, weil das Chinesische scheinbar schneller ist, und dann sind die schon fertig und die reden und reden und die hat schon den Mund zu.こいつは有名なコソ泥なの。私の記憶が正しければ今着てる服も他のガキから盗んだものよね。それは言いなさい。後半と包帯で何をするつもりだったの？こっちは人の命がかかってるのよ。200は200シールド。私の聞き間違いじゃないわよね。この状況で交渉するわけ？私も任務に出るときはいつもお財布を置いてくるから。本気で渡すつもり？言ったでしょ？こいつはコスト泥で、これもいつものやり口なのよ。違う！今回は違うんだ！お金が必要なのは親父が！また親父を言い訳にするのね。おじさんが知ったらあんた大変なことになるわよ。ゼーレ、もうやめてあげて。エリックっていうのよね。これを持って行って。これは勲章。剣装者が授けてくれたもの。真ん中にある青い石が見える？これは最高純度の地髄結晶なの。家族のためにお金が必要なんでしょ。目利きができる人に売れば一目でその価値を分かってくれるはず。ありがとう姉ちゃん。俺でも一つだけ約束して。今後絶対に物を盗んだりしないことできる？分かった。俺絶対もう盗んだりしない。じゃあ指切り。嘘ついたらシルバーメインが捕まえに来るよ。落とさないようしっかり持って町に帰って。途中の邪魔者はお姉ちゃんたちが片付けたから。 ありがとう。名前の知らない姉ちゃん。ここにあるもの全部姉ちゃんたちにやるよ。そのあんたたちも気をつけてな。なんか高いところの建物にすごく恐ろしいやつがいるらしいからさ。あ、そうだ、一番前の道は塞がれてるんだ。この先に進むなら商店街を迂回した方がいいぜ。わかった、ありがとう。
れ結構大事なものだったんじゃないの？あんな簡単にエリックにあげちゃって大丈夫？あの子が改心するならあれくらい大したことない。もし改心しなかったら？幼い頃お母様に教えられたの。人々の心にある善意を守れって。たとえ自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだと。ゼレ、私はきっかけを与えただけ。他の人があの子に与えられなかったものをね。何を言ってるんだかさっぱりね。ほら行くわよ。エリックが言ってたわよね、この先は商店街を迂回した方がいいって。確かこっちだったはずよ。Oben gibt es aber auch noch Gegenden, wo man hinkommt. Wir sind jetzt hier in Niedstadt. Da rechts gibt es auch noch was. Oh. Nee, das war der Weg nach... Hier ist zu. この道で間違いない。ここを通れば孤児院に着くわ。ここのお店と看板見覚えがある。一体いつ。おこの曲をあなたに。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。こっからが本番だよ。優位を占めてこっそり大儲け。ほら始めようか。あんたの番だよ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ロボタシードルンギプトだ。ここを上がれば孤児院の入り口よ。どうなってるかしら。もしかしたら懐かしいものを見れるかもしれないわね。この階段随分と狭くなった気がする。Das ist eine Unterstützungsfigur.
Jetzt verstehe ich's. Das ist, wenn man Hilfe sich holt. Wollen wir ein neues Team ausprobieren? Immerhin haben die einen Heiler. Mal gucken. ランデューの名のもとに氷雪を越え気づきしこの志朽ちることはない。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。優位を占めてこっそり大儲け。お願いだから上がらせて。お願いお願いお願い。やった、これで上がり。手の施しようがないわね。正義はここにあり。懺悔するといい。覚悟しろ、勝負ありだ。いいパイ来た。考えても無駄、一気に生産するね。この曲をあなたに。私のリズムに乗れ。注射の時間よ。今の良かったよ。シーズンは nicht gerade geil beim Heilen, also. 間に合ったよね。ほんの気持ちよ。Gut, heilen tut sie noch nicht. 気にしないで。すっきりした。ランデューの名のもとに氷雪を越え気づきしこの志朽ちることはない。こっからが本番だよ。ハイになれ。戦局は敗勢と同じ、機を逃さず動く。Oh.
叫びなさい。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。懺悔するといい。Bleib bei dem Team. Hoppla.私のリズムに乗れ。あっち行って。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。この曲をあなたに。考えいらない。いや。いい感じ。もうすぐで着くわよ。思ったより綺麗に保たれてるみたいね。あの時もみんなで列界に抗っていたらこんなに早く帰るば。着いたわ。ここよ。あれからかなり経ったのに全然変わってないわね。そこに雑用品が積んであるわ。ナタが言ってたアルコールがないか探してみましょう。何年も前からここに置いてあるんでしょ。はい、クリープ。使って大丈夫なの？仮想部の人間が使用期限を気にすると思う？使えるものがあることに感謝しないと。あれ、ない。どこにもない。どういうこと？全部空じゃない。Ja, die Codes müsste ich alle eingegeben haben. 気をつけて。後ろに敵が。Aber die Frage ist, ob Dark die auch eingelöst hat.禁止区域でしかこんなの見たことない。相手が誰であろうと背後から襲うような奴には容赦しないんだから。さあ、danke。ステージを邪魔しに来たの？Du musst nur eingeben, Dark。Gegner. Warum habe ich Asta rausgetan?
die Ult bringt zwar nichts, aber egal. Hauptsache. Machen. Das war ja wirklich. Der wird hartnäckig auf diese Art und Weise. Na komm, gucken wir mal, ob wir da noch was reißen können. Nochmal, komm. Ach, verdammt. Nein! Egal. Ich wollte das eigentlich nicht nochmal machen, aber gut. Sollte sie sich wenigstens um Verteidigung kümmern, wenn sie schon useless ist. Gerade in diesem Kampf wäre Asta gut. Vielleicht wechsle ich auch Rinkwe wieder raus. Finde ich Asta ein bisschen besser. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen an dem Spiel nähert. Man weiß ja meistens nie, was für ein Gegner kommt. Wenn man dann den falschen Typen mit hat, ist man theoretisch eigentlich am Arsch. Naja, eigentlich, weil man macht ja trotzdem Schaden. Aber es ist zäher. Bei Genshin war es teilweise egal, außer bei den Fatui. Wenn man gegen die Fatui kämpft, war es nicht egal. Ja, friere mein Team nur ein. Bist doch eh dumm. Aber wenn man weiß, was einen erwartet, dann kann man wenigstens schon mal eher sein Team zusammenstellen.